こんにちは、ジャンゴです。今回は、スライム軍団、動画撮ると思います。ということで、ステージ34の、30日目まで来たので、ちょっと動画撮ってみようと思います。まあちょっとね、盤面あんまり強くなさそうな感じなので、勝てるかわかんないんだけど、まあやってみようかなというとこですね、これは。そうだね。で、スキルに関しては一応こんな感じですよということで、ここもね、そんなに、なんかパッとしたもの拾えてないから、本当に勝てるかどうかわかんないんだけど、やってみましょうか。はい、で、相変わらず、一応ね、30日まで到達した時点で、一旦ね、動画撮れるまで、ほっといたので、ボスがどこから来るかのラインが消えちゃってますね。ちょっと困ってるけど、まあ、やっていきましょう。お、11ステップアップして少しでも戦力を、14ステップあるか。ちょっと待てよ、レンチ5攻撃しようか、それとも、なんかくっつけるか。ボスの位置がね、ちょっと消えちゃってんのまずいな。消えてなかったらね、もうちょっとやりようがあったんだけど。10ステップだね。ちょっと待ってよ、どうしようかな、本当に。失礼、7手5手 OK。 さあこれで、あと5手あるぞということですが、ちょっと5個消しするほどの手数がないから、これ後ろで4つ消しようか。お、ラッキー。まあこれはちょっとどれ取ってもって感じだから、一応真ん中にしときますか。そうだね。で、くっつけられるだけ、くっつけていきましょう。ちょっとね、マジでボスがどこから来るかわからないのは厳しいね。まあこれで勝負かな。こっちだったらドラキュラ動かしとくんだったかな。左端の削り切れるかな。あ、でも意外と削ってるぞ。意外と削ってるけど、後ろの方に行くとちょっと削れないので、そこで決着してほしい。あ、でもいける、いける、いける。 OK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 。 あ、やったー。はい、というわけで、ステージ34、クリアしましたね。なんかね、最近ちょっと動画にしてって言われて、ステージ23やってた時の方が、全然苦戦してた。ステージ34の方が楽じゃないか、これ下手したら。へー、そうなんだ。というわけで、まあ、今回ね、ステージ34、無事クリアできましたね。まあ、いつものというか、コメントでね、やってねって言われたステージはね、ノーカットで上げてるんだけど、まあ、それはね、すげえ長くなっちゃうから、まあ、とりあえず進捗報告というか、まあ、一番新しいステージのクリア報告に関しては、まあ、最終ステージだけね、突破したよという報告を、これからもね、ちょっと、できるとうちはね、していこうかなと思いますという感じだね。でもね、確か、34ね、本当になんか、あんまり盤面も強くなかったし、スキルもそんなに取れてなかった気がしたんだけど、それでもいけたので、まあ、やっぱりね、相性というか、組み合わせの問題もあるのかもしれないね。っていう感じですね。まあ、一応ね、ちっちゃい宝箱の鍵だけですが、まあ、なんかクリアしたら鍵もらえたんで、これは引いちゃいますか。うりゃ。ゴブリン、ミイラ、バーサーカーとね。まあ、ここ S 出ないからね。まあ、宝箱レベル7に上げるまでの我慢かなという感じですかね。まあ、そんなもんか。そうそう、デイリー挑戦の方で見ると、ボスのね、能力ちょっと見れるんだよね。で、闇属性耐性 50% がこの、神様っぽいやつにはついてますよとか、苦戦してたね、ステージ23のボスは、
闇属性耐性と水属性耐性両方 50% ついてたりするっていうのがね、こっちで分かったりするので、まあそれを見るとね、23は確かにね、ボスは強かったなという感じですね。ちなみに、古墳アドベンチャーは、難易度6がまだクリアできてないので、5を、相当でいつもやってますというのを、報告しておこうかな。まあこれもね、毎日やっといた方がいいやつですね。まああとね、放置報酬の方も、今ね、広告だけじゃなくて、レベル104。ね、スタミナ消費で一回見れるので、見れるっていうか、クイック収益もらえるので、まあこれはね、もらっとくと、どうせスタミナ溢れちゃうからね、もらっとくといいかなという感じですね。まあそんな感じで今回は、終わりにしようかな。まあいろいろもらえてるんで受け取っておきますが、で、一応ね、ここの、パスの報酬ですね、最後に、あと8日、8 day 17h と、まあ、8日と17時間あるので、最後にね、このパスクリア後に1000ポイントずつで宝箱1個開けれるやつはね、開けようかなと思うので、まあ、今8箱ですが、もうちょっと、溜まるかなと思ってます。ということでね、まあ、今回はこの辺で、終わりにしようと思います。またね、ステージ35以降、挑んでいこうかなというのと、まあ、それ以外のステージもね、なんか通してクリアしてほしいのがあれば、やるかもねっていう感じですね。はい、ということで、まあ、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。